どうも、Uber Eats です。今日この日のために YouTube やっていたと言っても過言ではありません。Uber Eats に就職することになりました。めためた嘘です。今回はドッキリなんですよ。プロの Uber Eatsでもこの被らない帽子、このバッグですよ。これすごくないですか？もうまんまよね。 Uber Eats の帽子、 Uber Eats の T シャツ、多分概要欄のリンクから、買えると思うので、ぜひ覗きに行ってください。ということでですね、YouTube で Uber Eats のネタなんてもう5番、6番、いや2000番煎じと言っても過言ではないでしょう。もうかるしっかりね、たくさんのウーバーイーツネタが存在します。ただしですね、ドッキリでウーバーイーツネタで怖いドッキリってなんだろうって僕ちょっとシンプルに考えた結果、このような企画が舞い降りました。怪しいウーバーイーツ配達員が玄関先で、勝手に侵入していたらドッキリ。これめっちゃ怖くない？今回ですね、古川優香にドッキリを仕掛けようかなと。佐川に、協力してもらいつつ、佐川と、古川が、ウーバーイーツ頼もうよって佐川に言ってもらい、もうそろ来そうだなってタイミングで、俺が勝手にウーバーイーツで玄関先に侵入していたら、古川どういう反応するかっていうのを検証してまいりたいと思います。一応佐川には、何頼むのって聞いたら、チャイティーを頼むと。俺、チャイティーのさ、売ってる場所知らんのよ。オシャンティーすぎて。何持ってこうかなって思った時に、これだと思ったわけ。昨日から、つくだにマフィア×ダークというね、ブランドで、コラボでロンキュー発売しております。こちらをですね、フルカート、サグアにこの2枚提供させていただきたいと思い、宣伝です。ということでですね、フルカートサグアのアイノスに、潜入したいと思います。ウーバーイーツ。よっしゃ、梅雨明けたからチャイティー頼むぞ。関係ね、梅雨明けてなくてもチャイティー毎日のように飲んどったよ。服ちょっと邪魔なんだけど、昨日さ、脇尾にさ、アイコス届けに行ったの、約束してたの普通に、4時ぐらい、電話して出なくて、結局夜7時ぐらい、なんで寝坊してんだよ。約束してたのに。そうだよ。うんこやな。あいつうんこだよ。ウーバーイーツってバチクソ稼げるかな。稼げると思うよ。今日のウーバー礼儀正しいかな。ウーバーイーツですって言うかな。ウーバーです。ウーバーイーツご利用されたことありますか？いや、自分ちょっとまだ。あ、ないですね。はい、頼んでみたいですけど。何頼みたいですか？まあ、普通のマックとかそういうの。あ、はい、結構もうすぐできるんで、あそこは。あ、はい、なんか態度悪いウーバーだな。全然ウーバーですって言わないわ。期待してたのに。俺ウーバーやったらそれ言おう。どうもウーバーです。ピンポーンって、はい、どうもウーバーですって。今日も届けに来ました。うざい。おい、目の前に置いてくれたんじゃない？いや、普通に開けちゃったんじゃない？ウーバー玄関置いててってやったよ俺。違うこと言うの？いや、ないっしょ。服警戒モード。なになになに？お、病気でした。お、病気でした。あ、チェキです。本気でびっくりしてたよ。本気でびっくりしてたよ。めちゃめちゃ焦っとるやん。ごめん。ごめんね。かわいい。なんもないよ。チェキなんもない。ごめんね。びっくりした。気づかなかった？触って、心臓触って。本当だ、バクバクしてる。足の力抜けそうになって、ほんまに。おらんやろって思いながら一緒に見に行ったら、ほんまにおったか、めちゃめちゃびっくりした。びっくりしすぎて声出えへんかった。分かんなかったし、でも。脇をだって。全然分かんない。分かるでしょ。負けそうか。分からんよ。だって緑見えてないねんで。こうよ。そう。で、ほんまに目も見えずにこうなってた。びっくりしたえ、何を持ってきたの？自分また服を出すんで、ぜひこの洋服2枚を。あ、スパゲッティね。そう、ナポリタン、ナポリタン。いいよ、いいよ。結構ストレッチ入ってるから。そう、なんかな、ちょっと案件
浮気はね、なんかマウント取ってる。おもちゃ自慢してる。尻尾の振り方、ほかわいい。お前、嬉しい。自慢してんの。これ持って帰っていいよ。もう何しに来たんや。本当だ。最強にびっくりした。あ、マジ私抜けるかと思って。うおー。じゃあもう成功ってこと。成功じゃない。ありがとうございます。タグマダイアリーも登録してね。あれれ、あっちゃん。こんばんは。何の動画なのこれ。あ、これはただ、あの服、うん、また作ったんで、あ、前回配ったじゃないですか。うんうん、あの第2弾です。これ。なるほどね。はい、うざい、うざい、うざい。うざくない。あ、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 なんて言ったの、あれだ。なんかないの。ただで告知してあげる。え、なんじゃ、なんか言って、俺なんでするわ。脇尾の一発ギャグ。桃の毛むくだけ。めっちゃ笑ってる。ポーズも大きくなったら着れるわ。それもできちゃう。てか可愛いの、普通にポーズ似合うの。やだよ。え、やだって。ポン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 じゃないのよ。ポンポンポンじゃないの。え、なんだかんでこいつめっちゃ着てんの。いやいやいや、よさこいの時の服も着てくれてんだよね。いやいや、着てるよ。ほら、いやでも着ようと思って着てないよね。いや、送ってくるから。そう、そこにあるからたまに着ちゃうみたいな感じで。そうそうそう。乾杯乾杯。はい、それマジでいいんだったら、いろいろいいよ。いや、本当に本当に冗談抜きで。この言い方せこいよね。いやいや、この言い方せこいよ。うざくはないって。あと俺はこれじゃ着ないって言ったら、いや、終わりで終わりで。いやいや、終わりで。悪者、悪者じゃん。いや、そんなことないって。それはでも多分カルチャーショックだよ。なんかそのでも着れるなら着たい。ちょっと入れる。着れる、入れる、うん、もうちょっと入れるか。別に着たくない。別にね。ドルチェ&ガッパラでなくね。いや、ね、別に、うん、求めてない。求めてないんだ。そっか。押し付けられてないじゃん。あー、毎回やるから。なんかそれって面白いよね。なんか俺はそういうつもりじゃないのにさ。え、なんか面白くないそれって。え、ビビった。それめっちゃビビった。本当に本当に冗談抜きで。おもろい人は。ねえ、お願いします。え、これもらっていいの。全然。俺はもらっていいの。え、だけど、だけど、ごめんごめん。あやちゃんに関しては、うん、分かってる。それ俺が伝えたから今来てくださいって、うん、俺は来ていいのって言い方がちょっと俺、なんか苦しかった今。なんかその来させてくださいじゃない。え、僕はブンブン、え、間違った今。こいつ、え、話しよう話しよう、一回話しよう。怖い怖い。ちょっと待って待って。プレゼンターズは着るよっていう。あ、そういうスタンスだ。スタンス。ジャンキー。いや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 、違うでしょ。普通なの。お前が作ったんでしょ。着てほしいんでしょ。着てくださいじゃん。そうでしょ。あ、その釣り目以外はね、着てほしいよ。なんかその、でも違う、言っていいでさっきから。そのジャンキーで着よう。え、それそうでしょ。え、どういうこと。平和的解決じゃん。怖い。え、待って待って、俺不満があるな。着させてくださいってなった、だったらいいよ。え、わかんない。だったらいいよ。わかんない。わかったらいいよ。わかんない。わかんないの、うざ。いやいや、めっちゃ IQ2 じゃん。耳だね、完全に。多分。え、待って、待って待って、あれの時はどうなんですか。いや、もう来てくださいですよ、今日は。いや、お前に関しては96じゃん。で、ダメダメじゃん。で、96。ダメダメ。何かと96。俺多分ね、うん、半年ぶりに言った96。最初はグーめっちゃけっぽいよ。あ、パン。うわ、プライドだな、これは。最初はグーじゃけっぽいよ。シャーレッツゴーメンズ。これほど屈辱的なことないよ、人生で。えー、面白いね。うっざ。そんな経験なかなかないからね、だって屈辱な経験って実は。ないでしょ、実は。本当にないんです。数少ないの。くれたら着るよって言ってるのに。あ、待って、負けてんだよ、この人。やばくない。普通にやばない。あ、やばい。待って待って、手が出そう。出る出る出る、手が出そう、手が出そう。その経験もなかった。手が出そう。どうする。うん、約束したよね。あはうっざ。腹立つわ。負けてるよ、もう。負けてるよ。負けちゃってる。俺完全にロンパしてるから。うん、久しぶりです。よっしゃ、ちゃんと今録画しました。で、どうすんの、受け取るときは。受け取るときどうすんの。ここまでやるの。オプション追加されてる。怖くない、ちょっと。いや、だから、え、礼儀って習った。ちな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 、習って習って習って。脇よりかいいと思う。でもね、じゃあ、どうすんの。おー、あれもできる。あれもできるの。じゃあ来てね。来ますか。じゃあということで、無事、あーちゃんとつりめくんが来てくれるということはね、はい、まあね、みんなお揃いしたいなって方がいたら、まあ、みんなで一緒お揃いしましょうということで、ありがとうございました。はーい。よろしくお願いします。来まーす。